皆様こんにちは。モトローラモビリティジャパンプロダクトマネージャーの島田でございます。本日はお忙しいところありがとうございます。まずはこちらをご覧ください。モトローラレノボグループはディファレントイズベター、違っていいねを2017年のキャッチコピーとして製品展開をしてまいります。ではモトローラにとってのスマートフォンの世界での違いとは何でしょうか。元 G3、元 G4 プラス以来、すでに私たちの日常となっている元 G ファミリーの違い、そして5世代目の元 G ファミリーのでさらに進化したことをご紹介いたします。前半は元 G5プラスに共通の魅力をお話しします。後半、元 G5プラス、おのおのの特徴について説明いたします。快適と楽しさ、これが元 G ファミリーの違い、つまりアピールポイントです。元 G ファミリー第5世代ではさらに使いやすさと快適さを追いかけます。モトエクスペリエンス、スマートフォンのモトローラらしさを表現するキーワードです。ソフトウェアとハードウェアの組み合わせによってユーザー様の動作にスマートフォンがついてきます。電源ボタンを探さなくても、ロックを解除しなくても、モトローラのスマートフォンは気の利いたアウトプットを返してきます。ひねるとカメラが起動する、2回振り下ろすとライトが点灯消灯するなど大好評のモトアクションに加え、今回のモト G5 第5世代ではスワイプすると画面サイズが小さくなって、右端、中央、左端にディスプレイすることができます。これによって片手での操作が楽になります。モトディスプレイにも新しい機能がつきました。モト G に変わると通知がフェードイン、フェードアウトします。通知をプレビューの場所にドラッグすると応答、下にドラッグすると消去、無視して後で見たい場合には右か左にドラッグすれば OK です。あと通知がいらないものがあれば選択したアプリの通知をブロックすることもできます。新しく追加になったワンボタンナビを紹介します。指紋センサーとして使っていた指紋センサーとして使っていたボタンが進化しました。指紋によるロック解除、長押しでのロックに加え、左にスワイプすると戻る、タッチするとホーム画面、右にスワイプすると最近のアプリの履歴が確認できます。ワンボタンナビの機能の設定により、5インチサイズの Moto G5、 5.2 インチサイズの Moto G5 プラスのいずれもディスプレイをフルに活用することができます。1点、先ほどご紹介したスワイプすると画面が小さくなる機能についてはワンボタンナビとは併用ができません。 Moto G ファミリー第5世代ではスマートフォンを使う楽しさをさらに深掘りします。 Moto G ファミリーにプリインストールされているのは最新の Android と Moto エクスペリエンスを使うための Moto アプリだけです。空き容量が多いので動画のストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。ユーザー様はお気に入りのアプリやよく使うアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。Moto G5、Moto G5 プラスとともにみんなのプレミアムスマートフォンにふさわしいメタルブラスト仕上げを採用しています。手に馴染む流線形のフォルム、モトローラーの丸いアイコニックなカメラもついています。こちらはメインカメラのプロフェッショナルモードのイメージです。
手動フォーカス、ホワイトバランス、シャッタースピード、ISO感度、露光などが、ね、直感的に、調整できます。連写して一番良いショットを選び出すベストショット機能、顔認識、ひねるとカメラが起動するモーターアクション、クイックキャプチャーも G4 プラスから踏襲しています。元 G5 プラスは 4K ウルトラ HD での4倍デジタルズームでの動画撮影も可能です。プレミアムフォーオール、みんなのプレミアム、元 G5 プラスの特徴を説明します。元 G5 プラスの一番のセールスポイントは、被写体周りの環境に左右されず、ノイズの少ない写真を撮れることです。ここで元 G5 プラスに採用のデュアルピクセルオートフォーカスと、元 G5 に採用の PDAF センサー、位相差オートフォーカスの方式を比較してみましょう。デュアルピクセルも PDF センサーも、PDF も両方、位相差オートフォーカスを使ったオートフォーカス方式ではあります。イラストの左側、PDF センサーの、センサーは、撮像用のセンサー、グレーのセンサーと、位相差オートフォーカス用のセンサー、ピンクのセンサーが別になっています。PDF はこのピンクの部分、点または線のイメージで、オートフォーカスが有効になります。右側、元 G5 プラスに採用しているデュアルピクセルのセンサーは、撮像用の画素と PDF のセンサーを兼ねますので、PDF が緑の部分、つまりは面のイメージで有効になります。これをデュアルピクセルと呼びます。これによって、一つ一つの画素が従来よりは大きくなります。デュアルピクセル方式は、PDAF センサーの抜けがなく、位相差オートフォーカスのみでフォーカスしますので、標準的なスマートフォンのカメラに比べ、プラス 60% 高速でフォーカスします。PDAF 方式は、位相差オートフォーカスの抜けた箇所をコントラストオートフォーカスで補う形です。高速ではありますが、デュアルピクセル方式に比べると、コントラストオートフォーカスの演算にやや時間がかかります。実際、元 G5 プラスで今週月曜日にデュアルピクセルが作動しているイメージ時のスクリーンショットです。曇り空のやや暗めの秋葉原駅ですが、黄緑の四角がデュアルピクセルが作動しているというサインになります。薄暗くても快適にフォーカスします。元 G5 プラスは 2GHz オクタコープロセッサー、4GB、32GB のメモリー、最新の Android 7.0、終日駆動する 3000mAh の電池、おなじみの15分の充電で最大6時間駆動するターボパワーを備えています。もちろん 4G プラス 3G のデュアルシム、デュアルスタンバーにも対応しております。想定売価は35,800円予定しています。プレミアム4オール、みんなのプレミアム第2弾、弟モデルの元 G5 を紹介します。女性のユーザー様からご希望の多い小さめサイズのお手頃プレミアムです。プレミアムスマートフォンの機能とデザインをお手頃価格に凝縮しています。想定売価22,800円。多くのお客様にもっと知っていただき、相棒にしていただけるよう、モトローラちょっと勉強しましたモデルがこちらとなります。元 G5 一番のセールスポイントは自撮り用フロントカメラです。手首をひねるとカメラが起動するクイックキャプチャーはもちろん、ビューティーモード、顔認識、何枚か連写して一番素敵な写真を選ぶベストショットモード、広角85度レンズのグループセルフィーも可能です。とにかく自撮りで遊べます。元 G5 の自撮りをオフィスで試してみました。ビューティーモードはマニュアルでビューティー度を調整できます。控えめビューティー、
適当ビューティー、しっかりビューティー、中心の中央の写真の右のバーを、指でスライドすることによってビューティー度合いは調整可能です。彼女たち、彼たちのビューティー画はいかがでしょうか。実は私の世代ではこれも美魔女モードって呼べるのではないかなと思っています。プレミアム4オール、みんなのプレミアムスマートフォンが国内 SIM フリー市場で実現します。新しいモト G ファミリーは本日3月16日から予約受付開始、3月31日以降順次発売予定です。新しいモト G ファミリーをどうぞよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。